お金がない人が稼げてない人とか、貧しい環境で育った人がどうやったら成功するのっていうですね、テーマを考えるんだったら、金持ちとか、天才が持ってない能力で勝負しなかったら、これ絶対負けるわけですよ。ところが、多くの人はここで勝負しちゃうんですね。お金持ってる人とかね、頭がいい人ってのはかっこいいじゃないですか。そう。で、しかも成功してるように見えるわけです、最初から。そうすると、ああいう風になりたいって思うんですよ。これやると大体ミスります。ああなりたい。あの人みたいになりたい。こうなりたい。あのね、お金持ちになりたい。頭良くなりたい。こういうのをですね、やっぱりミスする、みんなが考えることってやっぱりですね、茨の道になるんで、これはですね、僕はお勧めしないわけなんですね。はい。で、実際に、研究者のまとめとしては、こういう違いがなんで出るのかってところなんですけど、まあ、おそらく研究チームの推定ですけれども、いわゆるこう、労働環境というか、ワーキングクラスのですね、環境原因じゃないかっていうふうに言ってます。これどういうことかっていうと、貧しい環境に育った人とか、お金がない人っていうのは、周りの人と、例えば、協力をしたりとか、あとはリソースをですね、シェアしたりとかしてですね、生きるっていうことがですね、重要になってくるんです。まあ、言い方よりしき、田舎とか想像してみるとわかりますよね。都会の人って、まあ、例えばじゃあ、港区とか渋谷区とかだったら、お金持ってるじゃないですか。だから自分一人でも生きていけるんですよ。もう別にウーバーイーツで全部届きますみたいなところがあるんですけど、田舎とか行くと、やっぱり例えば自分のところには大根がいっぱいあるけど、お米ねえなってなった時に、やっぱり隣の人と仲良くして、物々交換したりとか、あとは困った時に助けてもらうとか、そういうことをしないといけなくなるわけですね。っていう風に、貧しい人の方が協力して生き残ろうとすると。で、逆にお金持ってる人は他人とかつるまなくていいから、協力関係が育てないわけですよ。だから中流階級とか、上流階級とかに比べて、自然とですね、こういう社交スキルっていうのが身について、要するにこうね、他人と協力する能力っていうのが身について、で、それでですね、こう仲間同士の争いとかをですね、解決する能力とか、あるいは相手の視点でですね、物事を考えて、助けてあげようとか、いう風にですね、こうするですね、その行動っていうのが増えていくんで、その結果、まあいわゆるこう知的謙遜能力とか、その第三者の視点でね、物事を考える能力っていうのが発達するんじゃないのかっていう風にですね、言ってるんですよね。